二人目は同じくアルトサクソフォンの須川信也さんです。静岡県浜松市の出身、東京芸術大学音楽学部器楽科3年に在学中です。須川さんは第2位に入賞されました。ではイベール作曲サクソフォン小協奏曲全曲、ピアノ伴奏は高岡恵子さんです。
第2位入賞の須川信也さんの演奏でした。